1968年の映画、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドに登場する、ゾンビゾンビは、何らかの力で死体のまま蘇った人間の、総称である。多くは、ホラーやファンタジー作品などに登場し、腐った死体が歩き回るという描写が多くなされる、架空の存在である。生ける死体として知られており、ウール教のルーツであるボドゥンを信仰する、アフリカ人は、レ魂コンの存在を信じている。 こちらについては、目に見えないものとして捉えている。ゾンビは、元はコンゴで信仰されている神、ザンビに由来する。不思議な力を持つ者は、ザンビと呼ばれており、その対象は人や動物。これが、コンゴ出身の奴隷たちによって、西インド諸島のハイチに伝わる過程で、ゾンビへ変わった。ハイチのゾンビのイラストこの術は、ブードゥの司祭の一つである母コにより行われる。 母子の制御は、依頼を受けて人を貶めることである。母子は、死体が腐り始める前に墓から掘り出し、幾度も死体の名前を呼び続ける。やがて死体が墓から起き上がったところを、両手を縛り、使用人として農園に売り出す。死体の魂は、壺の中に封じ込まれ、以後ゾンビは永久に奴隷として働き続ける。死人の家族は死人をゾンビにさせまいと、 埋葬後36時間見張る、死体に毒薬を施す、死体を切り裂くなどの方策を取る。死体に刃物を握らせ、死体が起き出したら、母を人差しできるようにする場合もあるという。もちろん、名前を呼ばれて死体が蘇るはずもなく、農民たちによる言い伝えに過ぎない。ブードゥを信仰している配置などでは、今日でもマーケットでゾンビを見たなどの話が多い。また、知的。 精神的障害者の様子がたまたま死者に似ていたケースを取り上げ死亡した人がゾンビ化される事例があるなどとされることもある。実際にゾンビを作るにあたってゾンビパウダーというものが使用される。ゾンビパウダーの起源はナイジェリアの少数民族であるエフェク人やカラバル人にあるとされる。西アフリカ社会では伝統的な刑法としてこの毒が用いられており、 これが奴隷たちにより西インド諸島に持ち込まれた。一般にゾンビパウダーにはテトロドトキシンが含まれていると言われている。この毒素を対象者の傷口から浸透させることにより、過死状態を作り出し、パウダー全量に対する毒素の濃度がちょうど良ければ、薬と手術により蘇生し、濃度が高ければ死に至り、過死状態にある脳は酸欠により、ダメージを負うため、 自発的意志のない人間イコールゾンビを作り出すことができる。ゾンビと化した人間は、言い,いなりに動く奴隷として農園などで刺激され続けた。これらは民族植物学者、ベイド・デイビスが実証で提唱した仮説であり、実際は事実に反する事項や創作が多く、例えばゾンビパウダーに使われているのは、フグの仲間であるハリセンボーンと言われるが、 ハリセンボンはテトロドトキシンを持っていない。また、テトロドトキシンの傷口からの浸透によって、過死状態にするという仮説には、無理があるとの指摘もある。ゾンビ化とは、嫌われ者や、結社内の掟を破った者に、社会的制裁を加えるための行為であり、この場合の、死者とは、生物的なものではなく、共同体の保護と権利を奪われる。つまり、社会的な死者としてあった。 イギリス人の人類学者、ローランド・リトルウッドが、ハイチで行った調査によれば、ゾンビとなって蘇ったとされる男性、ゾンビになって蘇ったとされる女性についての二例が、それぞれの父、姉から報告されたが、当人を CT スキャンにかけたところ異常はなく、DNA 検査をしたところ、どちらも親子、姉妹関係のない他人の空にだったことが判明した。リトルウッドが、 当人から聞き取りをしたところ、知的障害が疑われる応答をしていたことから、配置においてゾンビとされる事例には、知的障害者を死んだ近親者と見間違えて誤認する例が多いのではないかとリトルウッドは考えた。その他も同様に他人の空にのケースばかりであったことが報告されている。メディアを再生する映画史における最初のゾンビ映画、恐怖上映画史における 最初のゾンビ登場は1932年の恐怖症と古い。この作品のゾンビは人間を襲わず人間をゾンビ化させることもない。この作品の人気を受けて同種のゾンビ映画が多数制作された。1968年のジョージ・エイ・ロメロのアメリカ映画ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドでゾンビに噛んだ相手もゾンビになるという吸血鬼の特徴が混ぜ込まれ。 これが、以後のゾンビ映画の基本構造となった。ロメロのゾンビの原点は、リチャード・マシスンによる、終末 SF、地球最後の男である。同作は、吸血鬼による人類の滅亡と主役の、近年では、呪術や、魔法的な手法ではなく、科学実験や特殊なウイルス感染、あるいは寄生虫によりゾンビ化するという設定がある。これらの作品には、 パンデミックという形で被害が拡大するパニック者の様の相を呈する者も,も多い。ゾンビ作品に触発され、噛まれると感染する蘇った死体としてのキョンシーが香港映画で1980年代に確立した。フィクション作品の中に登場するゾンビは人間の遺体という設定でありながらエンターテインメントとして非人道的な暴力が加えられることが常となっている。 1992年のドイツでは映画悪魔の舞踏ダンツでアトーファル。日本では資料の腹渡として配給の中でゾンビに加えられる暴力行為の表現が人間の尊厳を侵害しているとして同ソフトの回収を求める裁判が行われた。連邦憲法裁判所はソフトの回収は検閲に相当することと脱人格されたゾンビは人間には該当せず。 ゾンビに対する暴力は人間の尊厳を侵害したことにはならないという理由により訴訟を棄却する判決を下した。一方で第三者が虚構の人物の尊厳を客観的に保護することの正当性を示す判例となった。マイケル・ジャクソンの PV スリラーではマイケル率いるゾンビに扮したダンスチームがダンスを行っている。2011年には アメリカ戦略軍の兵器演習用テンプレートに地球全体がゾンビに襲われるというシナリオコンネップ888 88が存在することが判明した。これは架空のシナリオを実際の軍事計画と勘違いしないようありえない敵としてゾンビを設定したという。ありがとうございます。